狭い小さな部屋、そこには誰も訪れたことはない、孤独な世界の真ん中でそっと幸せを夢見てる儚い少女。ある日のことです。古ぼけた鏡に突然映った少年の姿、魔法使いのなのか、その人は私にそっくりな笑顔で笑う。まわり始めた運命、変わり出す日常、初めてできた友達って呼んでいい、もっと戸惑いながら鏡に落ち重ねた瞬間に始まる。名前を呼んでくれたその手から、伝わる君の声、暖かくて振り見涙が頬で落ちた。このままでずっと生きてていいの、寂しい世界で一人ずっとずっと優しいで。魔法使いは全て叶えてくれた、病気は治って歩けるようになった。長く続いた戦争の終わって、静かなこの部屋に笑いが触れた。昔夢に見た幼い日の記憶、すべきなの城で私はお姫様、懐かしくらいに鮮やかに覚えてる。今ではそれさえも現実になる、夢にため愛はすべて叶えてもらった。だけど今何かが足りないと感じてる。それは今目の前にいるあなたにしかできないなと、離さないでいいと、このままでずっといられますようにと、他の誰でもないあなたに願うから、だから今すぐにここに会いに来て。寂しくて眠れないよ、優しく名前を呼んで、いつでも私は待ってるよ。決して交わらない、逆さ合わせの定め、君がくれたもの、僕を返すだけ。君の笑顔も涙も僕はずっと忘れないよ。だから君も僕の